充電がない、よいしょ、携帯見る、ホーム充電がなかった、よいしょ、よし、公約部どこ、顔字はい、これ買ってきた。あとね、ずっと気になってたさ、クロワッサン大器買っちゃった食べたことなかったんだよね、美味しそうで買った。どっちから食べた方がいいかな、こっちサクサク、サク食べた、こんな感じか、こっちから食べる、クロワッサンと焼き気になってたんだよね、食べたことなくて、よかった、でチーズ明太、チーズ明太子にした、隣はこれ、隣も私、鏡隣も私です、チーズ明太子、チーズ明太、美味しそう、めっちゃ美味しそう、食べよう、お腹空いた、銀だこ、銀だこ以外あんま食べたことないかも、めっちゃミスっちゃった。まあ、いっか。いただきます。チーズが。もうかかってない。美味しそう、いただきます、美味しい、めっちゃ美味しい、うん、明太子美味しい、箸で食べ、なんか箸がついてた。うん。これ隣鏡なんだよね、ここ。うん。どうやっても映るわ。鏡。美味しい、久しぶりに銀だこ食べるめっちゃ美味しい、あ、やばいやばい、割れちゃう、ちょっとチーズが固まってきてるわん？なんて？携帯の充電？ちょっと待って、充電もできてない携帯、
20分ぐらい前に買った。20分前、もうちょい前かな。もうちょっとチーズが溶けて、あーでもまだ固まってきちゃった。チーズ切りたい。まだあったかいんだけどさ、たこ焼き自体はチーズはちょっと固まってきてる。おいしい。ということチーズ合わないわけがない。めっちゃ美味しい。あ、そう、これ鏡。一人ですよ、いるの。飲んでる。さっきも飲んでたよ。美味しい。たこ焼き美味しい。チーズが固まっちゃった。何個入り？8個。8個入り。きなこ、そう、きなこ美味しいよね。
や、銀だこ美味しい。揚げてる。美味しい。今日これ揚げるご飯。あんのにかかってるよこれ。うん。食べるのめっちゃだってこっちの方がそれ早いでしょ。たこ焼きの方がなんかすぐなくなんない。たこ焼き遅く食べるって無理だよ逆に。そう、お昼ご飯これ。いや、お昼でしょ。だって12時だよ。お昼でしょそりゃ。逆に何なの。この時間におやつ。うん、おいしい。朝ごはん。あ、でもこれ朝と昼一緒。朝あんま時間なかったから昨日差し入れでいただいたお菓子をちょっとだけ食べて一緒。時間なかった。レッスン、自主練でもレッスンでもない。自主練でもレッスンでもないな。しがった。楽しみに頑張ってた。頑張ってた。いや、起きるのが遅かっただけ。ギリギリに起きたな。ギリギリに起きちゃったんだよな。ギリギリまで寝ちゃった。うん。それだけです。お昼にたこ焼き食べるしっかと思って。いや、昨日ね、寝たのが遅かった。ここ最近で、ね、一番遅かった。昨日配信した後さ、すごいエペやりたくなってエペしてた。ブロンズ1に上げて寝た。いや、何時までしようって決めてたの。まず TikTok を撮ったのよ。まず TikTok 撮って1時間ぐらいで、1時間ぐらいペしようと思ってやったら、え、あとちょっとでブロンズ1だわってなって100切ってやろうってなってブロンズ1まで上げてた。そう。ブロンズ1まで上げて、
久しぶりにやった。やってなかった何日間か。久しぶりってことでもないけど、何日間かやってなかったからやろうと思って。あとお風呂入ってとかだからさ、寝た時間めちゃくちゃ遅い。何時間したかな、1時間半ぐらい、もうちょいしたかな。いや1時間半ぐらいかな。昨日は結構割とすぐ漏れた。お風呂上がってさ、なんかスキンケアとかしながら、なんかアニメつけながらやりたいなと思って、ゆっくりしたいなと思って進撃の巨人を見ながらスキンケアとかしてたらゆっくりやりすぎてめっちゃ遅くなっちゃった寝るの自業自得進撃の巨人も久しぶりに見たわ。久しぶりに見たからさ、最初さ、どこだっけここと思って、内容が話が何ヶ月かぶり見た。1ヶ月以上見てなかったから最近3話ぐらい見たかな。ちょっと見てなかったから見たいと思って。リピートして戻って、いや面倒くさかったののもういいやと思って、まあなんとなくは分かったし、これ見てたり思い出すでしょうと思って、でもそのまま見てる落ちた。タコが。美味しかった。ごちそうさまでした。結構お腹いっぱいだな。でもクラウさんとやったから食べる。気になってたんでね。ちょっと冷えちゃったか。いっか。気になっててさ、ずっと前から食べたことなくって、クロワッサンと焼き。食べよう。なんか味が3種類あって、あんこなんだっけ、つぶあんわかんないと、カスタードと、あんの芋ん、なんか芋なんだっけ、
なんか芋のやつ頼んだ。ちょっと名前忘れた。芋にした芋。こっちの音が分かってる。あ、スイートポテトか。全然違った。スイートポテトにした。芋芋。それにした。いただきます。いつも頭から食べるけど、今日こっちだよ。食べたら頭こっちに。こっちから食べよう。いつもはね、頭から食べて。食べやすいから。ちょっと、でもほら、こっち側にあるから。クロワッサンタイキ、うん、うんうん、おいしい。そうになっててクロワッサンだ。今のとこまでまだたどり着けてない。ないけど美味しいよ。クロワッサン、めっちゃ美味しい。めっちゃいい音するね。まだ芋芋。でもめっちゃ美味しい。今はね、今のとこクロワッサン食べてる感じ。水もなくなる。何個持ってくればよかった、うん、めっちゃ美味しい。いた。スイートポテト。おいしい。やっと食べますけど。めっちゃ美味しいわこれ。見えない。いる。ここに。ないか。ないものあるけどもう方法なくなっちゃった。あとで飲む。あんま入ってないか。カスタード選ばなかったお願い。迷ったのカスタードとスイートポテト。でも今日はスイートポテトの方が食べたかった。あ、そう、たこ焼きと、
ケルプたこ焼きって書いてるよ。さっきたこ焼きがもうね食べやっちゃった。たこ焼きとたい焼き両方なんだよね。だってなちょっと前だけど、春だけの餌あるちょっと前だよね。そうちょっと前の時に食べなくて、今初めて食べた。そうクロワッサンと焼き死んだこの。美味しい。スイートポテト。そう銀だこで売ってるこのクロワッサンと焼きは。他で多分うちのはず見たことない。干し芋いっぱい。干し芋とはちょっとじゃあスイートポテトだよ。スイートポテト今まで銀だこは食べたことあったけどさ、水飲みたいのに全然ない。なんだっけ、銀だこのほらクロワッサンと焼きをさ食べたことなくって。初めて食べた。さっき水が効かに入った尻尾から食べると、これはね尻尾が食べやすい方にあったから尻尾って書いてある。いつも頭がないで、でもこだわりない、別にどこからでもいい。ごちそうさまでした。美味しかった。めっちゃお腹いっぱい。ラストがこんだけ食べる。全然入ってない。もう全部飲んじゃった水も。配信始まった時にこの水開けたのに。おかしいな。お腹いっぱいだ。この後レッスン、いやこの後はレッスンないですね。今日もレッスンじゃない。銀だこの居酒屋、居酒屋とかあるの？銀だこの居酒屋だと
カニクリームのたこ、カニクリームのたこ焼き？美味しそう。あ、ほんとそれについてる。あぶに。今日白く着てきちゃった。ほぼしてないよね、そう。大丈夫。そう、シナモン。シナモンロール。シナモン。あとで水持ってこないと。喉乾いた。なくなった。たこ焼きグッズ、たこ焼きグッズ持ってる。たこ焼きグッズってなんだ。なんだ。どうなんだ。2リットル、うん、これ310ミリリットル、かぶり物持ってない。たこ焼きグッズ持ってないやない。リップ足そうかな、食べたから聞いた。ちょうど鏡なんだ。見てちゃうよ。ああ、どうしちゃったの。そう、リップ。最近たこ焼き食べた。今たこ焼き食べました。今食べた。そう、これ隣鏡なんですよ。いっぱいだ、めちゃくちゃ。なんかいっぱい。たこ焼きとクロワッサンたこ焼き食べたからね。一個食べちゃった。どっちも食べたくて、どっちも買っちゃった。え、絶対眠くなる。絶対なる。この後お仕事あるから寝れないけど。今日もエペしたいな。今ねギリギリブロンズ1なの。なんだっけ、 2500RP でカラーブロンズなんだけど、2510なの RP が。次マイナスしたらまた戻っちゃうから。ブロンズの2にちょっと RP をもらわないと、稼がないと。え、シルバーにあげたい。でも1回ぐらい下がるだろうな。ブロンズの2。だって2510RP だから、ブロンズの1って最初マイナス18ぐらいかな、違ったっけ。だから1回さマイナスしたらもう終わりだね。もらわないあげたい。あ、
付け足した。ジャン君といえば200、キル数によるけど、キルそんな取れないから私200近くぐらいかな。キルめっちゃ取れば、いやすればもうちょっと漏れるけど、私そんなキルできない、下手くそだからな。18時から、そう18時20、ん合ってるね、18時から19時、20時半から21時半、うんですね。個人ランキング、あ、ほんとだ、ありがとう、サインありがとう、ありがとうございます。パトだから頑張れば強い、え、だよね、アイムアシスト強いよね、頑張るわあと。いやーちょっと下手くそだからな、強くなりたい、パッドなのに下手くそ。キーマもちょっと操作のが慣れてないからさ、エペはパッドでしたよ。まあパッドの方が強いっていうのもあるけど、エイムアシストがあるから。それなのかもさ、ここあ、いたわ、下にいないかと思った、落ちてる。見えない。いつもあるかわかんない、時もあるかも、なんかよくわかんないけど。くま、誰かのは、誰かの、誰かの忘れ、いや置いてったやつだと思う。こんなずっとあるから、だから多分誰のでもないや。私でもあれ達成したよね、誕生日のやつ、いつもらえるかな、クマ。ね、達成したよね、いつもらえるんだ。まだシナモンのやつもまだ回ってないんだよな、キャンペーンサンリオのやつ、めっちゃ2ヶ月ぐらい前かな、1ヶ月前だっけあれ。1ヶ月ぐらい前かな。シナモン達成したけどもらってない、いつかな、誕生日のやつとシナモンの。そう、アバターも出てる、なんかね、11月の中旬ぐらいになんか届くかもって言われてたんだけど、あれ明日で終わる、11月に。いつかな、今度聞いてみる。もうちょっと先ほどだって、そのサンリオのやつが今月の11月中旬ぐらいに届くかもみたいな感じだったから、多分みたいな感じ、まあ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 、いつかわかんないけどもらえると思うか、さすがに達成してるし。クマ絶妙な位置にいるから隠しちゃう。
さ、鏡が映っちゃう。あ、でも今月中には雲は届かないと思う、絶対に。もうちょっと遅いと思う。いつもそんなに早くもらえないから。すごいとこ、ここしか置く場所がないんだもん。椅子の上に置いたら消えるんだもん見えない。今日はレッスンではないですね。私はレッスンじゃない。すっごいの練習しなきゃだけど、ここではしない。でも使ってるからです。クマ。隠しちゃう。昨日のイベントは楽しかったよ。楽しかった。最後の方めちゃくちゃ暑かった。すごい絶妙な位置にいるから、私が真ん中に来ると隠れるんだよね。どうなんだよな。気づいたら隠してる。かわいいよね。でもこれ、でも誕生日の達成したやつはさ、誕生日バージョンだからさ、このこれじゃないの、もらえるの。私も誕生日バージョンのやつ、そうちょっと違うやつ。どんな感じだったかちょっと忘れたけど、誕生日バージョン、とりあえずこれはなんていう、普通のなんていうスタンダードのスタンダードのやつ、分からん。私が達成したの誕生日バージョン。プレーンのやつ、なんか味みたいじゃん。やだ。プレーン。クリスマスあたりも配信イベありそう。配信イベ、あー、ショールームの配信、なんかイベントみたいなやつ、何ポイント達成でみたいな。あー、どうだろう、確かにやりそうな気もする。わかんない、何も知らないけど、なんかそういうさ、こう季節のイベントごとで大体やってるから、確かにありそう。去年あったよね、確か。ガンダムで例えて、ガンダム私わかんない。わかんないな。あ、そう、ビスもある。まあ、とりあえずこのお料理選抜のイベントが終わってからだね、始まるのは。まだちゃんとは決まってないっぽかったけど、聞いてみたけど、とりあえずイベントが終わってから始まるのは確実だ。終わっていつから始まるかだな。私もね、確定の日にちは分かんなかったから、これ何日から何日の
日こ何日から何日かで始まりますみたいな何時かみたいな分かんない感じっぽかったから、まだちゃんとは決まってないっぽいね。それの日付じゃない可能性もあるしね、決まってないから。恵比寿のイベントね。あ、でもとりあえず1日までのこのお料理選抜のイベントが終わってから始まります。それは確実。クロワッサン体験売られますか？クロワッサン体験は売られないです。怒られるよ銀太子に。私たちはたこ焼き分なんで、たこ焼きです、売るのは。たこ焼きは売らないです。ありがとうございます、本当皆さんありがとう、たくさんありがとう。まだチャレンジから受け取ってない方いたら、たこ焼き受け取ってぜひ投げてください。チャレンジから無料で受け取れるので。たこ焼き部での今日のスケジュールどこではどこかでわかります。私のツイッターと7号号に載せてます、ハツがまとめてくれたやつを載せてるので、そっから見れると思います。でもなんか私は今回のこの時間にするけど、ゲリラとかでやるメンバーも多分いるからあれだけど、私はこの時間多分ハッツもかな、この3時間きっちりや書いてるから、終わる時間が未定のメンバーとか、3時間この配信スケジュールに書いてないメンバーもしかしたらゲリラでやる可能性もあるかもしれない、わかんない、できそうだったらやるみたいな感じだと思う。じゃあ次は18時からですね。次は18時から。SMS 認証、あ、そう、SMS 認証、そう、それ大事なんでよろしくお願いします。してないとポイントになんなくなる、ポイントとポイントに入んなくなるので、たこ焼きせっかく投げてくれても意味がなくなってしまうのでお願いします。 SMS 認証18時も、いや18時はね多分な、何も普通の配信をします。普通の配信です。しかも今お腹いっぱいすぎて食べること考えられないわ。今めちゃくちゃお腹いっぱい。食べたからしっかり、お腹いっぱいですね。いくつ食べた、たこ焼き、たこ焼き8個入れのやつ食べて、でクロワッサン体験も気になってたから買っちゃって食べちゃった。そう結構食べちゃった。いや今お腹いっぱいです。
今日さ外そんなにさあったかくないと思ってさ、なんかモコモコのオーター来たらお昼だったからさ、からかささっきあったかかった普通に。普通にあったかかった。モコモコのやつ着てきちゃった。天気荒れる。あ、そうなの？荒れるの？電車。マヨラーではないで、何にでもかけるわけじゃないけど、ないかも。言えなかった。でもマヨネーズは好きだよ。マヨネーズは好きだけど、何にでもかけるわけだ。好き。マヨネーズは好き。マヨラーって言えるほどではないかも。好きなんだけど。なってから12月ね、早いよね。もうあと1ヶ月で今年が終わるなんて早すぎない？お正月、今年のお正月の記憶めちゃくちゃある。最近だったのにな、もう1年経ったのかみたいな。そんな感じ。早いね。気づいたら残り1ヶ月ね。11月めっちゃあっという間だった。私この間誕生日だったのにな、もうそんなに時間経ったろみたいな。早すぎ。きっと12月の方があっという間だろうな。12月、お話し会があったりとかが、お話し会4回あるよね。だからあっという間な気がする。12月の方は。11月1回だっけ、全然なかったからさ。でもそれでもこんだけ早くさ、早く感じるから。タコいる？たこ焼き？ぜひ投げてくれたら嬉しいです。集めてるので。最近ではないけど、お正月のしずく公園懐かしいね。懐かしいよね、あのしずく。もうあれが最近みたいな感じなのよ。早いよ。もうあさって12月だよ。早っ早っ。しずくの練習しなきゃ。今日からやるって決めてるから、今日からしずく公園の練習。3日に出るんでね。2公演も久しぶりなんだよね。9月ぶりとか、9月の出て、最近出てた公演、いや、あの平日だったから1回公演だった。お弁当、あ、確かに。お弁当何が出るかな。2回公演だから2回出るよ、お弁当が。さあ、なんだろう。何かな。お茶飲みたい。あ、あとで水もらってくもない。配信始まった時に開けたの。配信始まって最初飲んでた時に開けたのに、もう流しちゃってすぐ。雲隠しちゃう。絶妙な位置にいるんだもん。だってここに、私はここにいたいんだけど、ここら辺大事だけど、かかるでしょ。休みによってないと。あ、57分だ、ありがとう。ランキング
13位から見ます。13位ハッピーサッピーさん、ありがとうございます。かっこいいじゃん。12位プー2019さん、ありがとうございます。11位フォレスト系男子さん、ありがとうございます。10位トシービビアットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。9位アキヒコさん、ありがとうございます。8位チョロさん、ありがとうございます。7位おーちゃん03組さん、ありがとうございます。6位マコアットマークチームエイトさん、ありがとうございます。まあ、6位の方なんですよ。次5位か。5位としのりさん、ありがとうございます。4位だね。4位おまめさん、ありがとうございます。3位バトニーさん、ありがとうございます。よで次2位みずきさん、ありがとうございます。そして1位が待って漢字の読み方がわかんない。これなんて読むのが正解なんだ。ちょっと分かんない。安典さん入ってる。で1位が安典さん。くま、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう。感じよかった。ありがとうございました。すいません、名前読めなくて。感じ、いや難しいじゃん人の名前ってさ。こう自分が思ってるのと違う読み方の場合があるから。ありがとうございました。次は18時から配信します。時計開いてなかった。ちょっと時計、あれこれか、あやば、あともうちょっとだ。じゃあ次18時からの配信でまた後で。ありがとうございました。またね、バイバーイ。ありがとうございました。またね、バイバイ。Yeah.